デイリービル編集長の山根です。本日は、産経新聞前モスクワ支局長の遠藤良介さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。引き続きウクライナロシアのことについてお伺いしたいんですが、はい、ここ先日のニュースで今年のノーベル平和賞がロシアとベラルーシウクライナで人権擁護活動に取り組む一個人二団体に贈られるということなんですかね。これ遠藤さんはこれウクライナの受賞団体市民自由センター CCL の代表の方とお会いされたことがある。そうなんですよね。4月に私ウクライナに行った時に、長い時間ではないんですがインタビューしましてね、で当時からねこの彼女もう忙しそうでしたよ、夕方だったんですけどねもう ご飯も食べる時間ないっていうんでもうとにかく会いながら、もう本当にパンをコーヒーで流し込むようなね、感じで、とにかくまあ30分か40分わーっと話を聞いたんですけど、まあ、その当時彼女が何が忙しかったかっていうとロシアの戦争犯罪の記録というのをね、彼女たちやっていまして、ちょうどキエフ郊外のブチャというところでね、400人以上遺体が出てきたと、まあ、ロシアの占領下で殺されたということで、それをはじめもう民間施設の攻撃自体もね当然戦争犯罪だしそういうものを彼女の団体の一つ一つ記録してですね、その関係者洗い出して証言を取って記録してそしてなんとかそれを国際的な訴追、あるいは少なくとも国内でもいいんですね、これ訴追のプロセスに持っていくということをやってました。だからすごく、僕お会いした時もね忙しくて、で今回ノーベル平和賞で、その一団体ということになって本当にこれ自体は良かったと思います、ただなんかウクライナではねこれロシアとベラルーシの団体と同時受賞だということについてちょっとね異論もあるんですけれども、しかし触りながら比較的若い団体なんですけどねこういう検証がなされるってのは本当に良かったことだと思います。ロシアのメモリアルという人権団体もその受賞したということで、このメモリアルは何をしている団体なんですかね。はい、今回のノーベル平和賞は大きく、ね、2つの意味があったと思うんですね、でいずれにしてもこれはもうプーチンに対するもう鉄槌といいますかね、痛烈な批判であるんですけども、1つはそのウクライナの戦争犯罪を記録しているところ、でメモリアルとベラルーシの人権活動家の方、この方たちはそれとは別にですね、この何て言うんでしょう、そもそもその独裁を許しちゃいけないというか、その市民社会というねちゃんと法律を守るとかですね、基本的な人権を尊重するとか、そういうところを守るのはこう市民社会である、人権活動であるというところでこう今回賞の対象になっている。だから2つの意味合いがあると思うんです。ノーベル賞委員会 の問題意識としてはね、要するにまずその独裁ってものはもう次に何やるかわからないというかね、簡単にやっぱ侵略もやってしまうし、そもそも自分の国でその人権とかね法律をきちんと守れない政権っていうのは国外に対してもそういうことやるんだよというようなことをね、今回のノーベル賞委員会は言っていて、まさにその通りだと思うんですが、そのうちのその市民社会という部分で、メモリアルとベラルーシの方は、受賞してるんですね。でメモリアルは基本的にそんなにねなんか反政権活動をしてるとかね、政治色ってそもそもほとんどないんですよ。で主な活動は何かというとソ連時代のスターリン弾圧ですね、その犠牲者たちのことを記録して、そして、毎年そういう弾圧粛清の犠牲者たち その追悼行事のようなこともやってると、そういう団体なので、去年の12月にね解散させられたんですよね、だからもう今にして思うとこのメモリアルのような団体ですらね存在をもう許されなくなったというか、もう今にして思うともよこのウクライナ侵略の嫌な前兆だったというかね、そういう感じがしますね。私がこう思い出すのがその中国 の民主活動家の人権活動家ですか、劉暁波さん、劉暁波さんも結局こう幽閉されて、結局こう拷問死のような形でね、最後を遂げましたけども、
このメモリアル の, このメンバーの方々とかこのルカシェンコ家 の, そのベラルーシのね、はい、そういう団体の人たちもそういう末路をたどらないのかなと思いますが、本当にねそこは非常に懸念されるし、もうこれはね国際社会が頑張って、圧力をかけて監視をしていくっていうね、はい、それがもうそれしかないんですよね、ベラツキさんというベラルーシの方もまさに獄中にいますんで、はい、ちょっと注意しとかないといけない、うん、逆にこういう平和賞というのを授与することでもうその一つの、ね、圧力になればいいなというふうに思いますね、で少し話変わりまして、はい、遠藤さん8月のほとんどウクライナで過ごされたということで、はい、メインはどちらの都市だったでしょうか。ですね、基本はもうキエフ、キーウに、ずっといまして、はい、それから少し東部のハリコフというところにも、行ってきました、ちょうどだから私残念ながらいた時はなかなかハリコフドンパチ激しくやってるというか、ね、一番緊張してる場所だということでハリコフ行ってきたんですけどね、ちょうど私が帰った後で、9月に、ハリコフ州全域解放というニュースがあって、残念ながらそこには遭遇できなかったんですけど、ハリコフの人たちもまあ頑張ってましたね、どうですかね、ハリコフの戦火の後というかこの街並みはどう変わっていったのかという、ハリコフ私行ったのはもうだいぶ前なんであれなんですけど、まあ相当やられてることは間違いないですね、キエフなんかは侵略されて直後にだいぶ郊外までね、迫ってきて、もうキエフもう落とされるんじゃないかっていうところまで行ったわけですけど、しかし守り抜いて、ですのでキエフはまあ無傷なんですけど、ハリコフはもう戦争始まった時から毎日毎日もミサイルがぶち込まれているというところなんですよね。だからそこは非常にロシア国境から近くて、ロシア国境から40キロ、ロシアの西部の国境の町から見ても80キロで、でもういかんせんでこれだけ距離が近いとミサイルを迎撃できないというふうにね、ウクライナ軍の人も言ってて、もう撃たれたら40秒で着弾してしまうということで、毎日ミサイルが本当に飛んでくるところなんですよね。でだいぶもう町のその施設住宅かなり攻撃されて破壊されてるのが目立つ、町が全面的にこうグラウンドゼロのようになってるというわけではないんですけれども、かなり普通に町を歩くと廃墟が目立つという、そんな感じですね。だから郊外の方はもう本当にもうメタメタにやられてるところももちろんありました、でキーウ、ハリコフ、ハリキウですか、はい、まあ、それを共通してそのモチベーションって、モチベーションというかこの士気というか、まあその一般のね、一般の国民の方々だと思うんですが、その士気どういうふうなこの戦争に対して例えば遠征ムードみたいなものっていうよりはどちらかというともっとやってやるぞっていう気持ちの方が強いんでしょうかね、私はですね4月から5月にかけて1度目行ってですね、その後8月と行ったんで、ちょうど時期的にはだから2回目の8月っていうのは侵略始まってから半年だったんですよね、ですのでさすがに半年経ってウクライナ人も疲れてるんじゃないかと、それからそのキエフが狙われた時に比べてもだいぶ戦線がね、東とか南の方に移ったんで、首都の住民からするとこう 遠くなったわけですよね、だから相当もう疲れも出てきてるだろうし沿線ムードもあるんじゃないかと思ってたんですが、これはね言って驚きましたけど全くなかったです、で何かというと例えばキエフなんかも全く普通の生活をしてますし、夜間外出禁止令で夜遅くのね酒場とかそういうのはやってませんけど、それを除くともみんな普通の生活をしてるんですね、ただそういうじゃあ普通の生活をしてる人たちにが戦争のことを忘れてるかっていうと全くそうじゃなくて、みんなそこはね何ていうか秘めたものを持ってるというか、戦争は続いてる分かってる、だけどこの戦争すぐに終わるわけじゃないから、自分たちが日常生活を送ることも大事なんだと、そういう、こう自覚を持って日常生活を送ってる人が多くてですね、感銘を受けました。で何て言うんでしょう、前回の、ね、動画でもお話ししましたけど、今回の戦争をウクライナ人の多くはロシア、プーチンとの最終戦争だという考え方をしていて、これは、ね、一般の人たちにも共有されている見方なんですね、で何かというと今回途中で中途半端なところで妥協して停戦してもですね、
プーチンまたやってくるに違いない、必ずやってくると。だからつまりプーチンみたいなものが残ってる限り自分たちの安全というか民族としての存続はありえないんだということをみんな思ってるんですよね。だから妥協できない。今回に関してはもうこれロシアを完全に追い払って、完全に撃退しないともうそれしかないんだと、いうことで、これがね国民のコンセンサスになっている。それがウクライナの士気を支えている。これはね間違いないと思いますね。この日本の、まあ、新聞、まあ、特にこう朝日新聞、毎日新聞をはじめとする、まあ、いわゆるリベラル系の新聞社は、はい、ゼレンスキー氏を批判するような論調もありますけど、それについては遠藤さんから見ていかがでしょうか。そうですね、今お話ししたようなね、ウクライナ国民のまず、はい、コンセンサスがあってですね、これは別にウクライナ自由を愛する人たちなんでね、本当の意味で、誰に押し付けられてるわけでもないわけですね、はい、ですんでゼレンスキーが発言してることとか行動してることっていうのは基本的に僕は国民の多数派の反映であると、彼がなんか戦争を煽ってるわけでも何でもなくてですね、そうじゃないと、みんな国民が団結してて、ゼレンスキーっていうのはその一人なんだという認識の仕方の方が正しいと思うんです、はい、ですので朝日新聞なんかで一部の、ね、大学の先生とかが言ってる、ゼレンスキーがなんかいかにも戦争を煽ってですね、無責任にやってるという見方は当たらない、それから先ほどのハリコフなんかでもですね、そうなんですけど、これウクライナ軍が決して住民をなんかこう避難させてないわけでもなくてね、ウクライナとか政権はみんなみんな避難してくださいとこう一生懸命やってるんですね、ところが私もね実際会いましたけど、やっぱそれでももう避難はしないと、自分の心自分の町だと、これ残りたいという人たちがいっぱいいて、実際ハリコフも僕が行った時多分人口の4割ぐらいしか残ってなかったですけどね、残りの人たちは避難してる、だけど残る人たちも当然いるし、いざとなれば戦うっていうね覚悟でやってる、だから何て言うんでしょうかね、空想的に非戦反戦っていうのね、理想として言うのはいいんですけど、今のウクライナみたいにもう一方的に攻め込まれてですね、自分たちがどうなるかっていう時にその非戦も反戦もクソもないわけですね、もう自然とその自分たちを守る、家族を守る、国を守るという当たり前の行動をねウクライナ今やってるわけで、非常にそのゼレンスキー批判日本でよく聞くのはちょっと当たらない、的外れというのが多いような気がしますね、はい、ということで、どうですか、次回なんかウクライナ取材される予定っていうのは今のところは、ちょっと今のところね分からないですけど、はい、また機会あればぜひぜひ行きたいと思いますね、はい、ということで、まあ、引き続き予断許さないこのウクライナ情勢ですけれども、またね適宜遠藤さんには解説いただきたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。